仕事に行くバッグの中身をご紹介したいと思います。ほらこれ意味じゃない、これダイソーさんまで神だよね。はいどうもこんにちは、レッツです。ということでですね、本日皆様4日でございます。もう2021年から2022年に切り替わってもうすでに4日経ってるってことは、そう、大体は仕事始めの日。まあもちろんね、もう仕事始まってますよって人もいるし、もうちょっと休み長いですって人もいると思うんだけど、まあ、大体4日からね、仕事始めと思うんですよ。ってことで俺は考えた2022年の最新、普段じゃなくてこちら、デルン、仕事に行くバッグの中身をご紹介したいと思います。でやっぱりね、新年といえばお財布をね新しくしたりとかバッグをね新しくしたりすると思うんですけど、私もねこのビジネスバッグ新しく新調いたしました。俺はね真っ黒のビジネスバッグがあんまり好きじゃないから、よくねこういう感じの柄のバッグを買ってます。ってことで早速見ていきましょう。こうやって重ねたらおひげの人みたいな。ってことでね、まず見ていくんだけど、これね後ろにしたらさ、ほらこんな感じで、よくビジネスバッグって外ポケットついてるじゃん。この外ポケットのところにはね、もうどのバッグも共通なんだけど、絶対これ入れてる。しかもバッグの中身紹介の時に必ず出てくるこれ。はい、みんな何でしょう。はい、ここでクイズです。はい、出てくるものは何でしょう。はい、時間切れでございます。ということでね、いつも入ってるこちら、ダイソーさんの除菌ジェル。もうスピードでね除菌できるこのハンドジェルはマジでおすすめ。これダイソーさんで売ってるから、みんな気になる人は見てみてください。これマジ一押し。じゃあね、早速見ていこうと思うんだけど、これどこのバッグなんだろうね。別になんかどっかのブランドとかじゃないんだけど、書いてるのはね、アルファード&バレンチって書いてる。バレンチのじゃなくてバレンチってどこだろう、わかんない。まあいいや、とにかく開けていきましょう。で俺がねいつもビジネスバッグを買うときにこだわるのが、まずこの見た目の黒じゃない柄と、必ずねここダブルジッパーかどうかをねこだわってるんだよね。やっぱさ、特にこういうバッグそうだけど、シングルだとねすごく使いづらいんだよね。特に書類とかさ急いで出さないといけない時あるからさ、そういう時はねマジスピーディーが命。ということでオープン。はい、ということでね、初見せます、私の本当のビジネスバッグの中身を。ということで2022年、もう見えてるけど、オープン、デューリュー。はい、中はねこんな感じになってます。どう、何入ってるのって思うけど、まあいろんなポーチとかにも分かれてるし、中がね内ポケットとかもついてるから、そこにもね何個か物入ってます。で今回紹介するこのバッグは本当にお仕事用で、車の中とかにはねちゃんと歯ブラシとか着替えとかいろいろ持ってるんだけど、今回はあえてビジネス用のバッグの中身です。まあみんなもねお仕事行く時とかね、どんなもの持ってるかなとか、一緒のもの持ってたら教えてね。てことで、まず一つ目は、もうこの間ね、これ買ったやつ。それがこちらです。ドゥドゥーン。はい、こちらでございます。これもみんな覚えてるよね、きっと。これこの間ね、島端の動画であげたやつなんだけど、見てこれ。早速使ってます。ただね、これ使うときにタブレット入れようと思ってタブレット入れてたんだけど、意外とこれも使えるじゃんと思ったのが、これね、中開けたらさ、実は、パソコンね入れてるんです。パソコン、パソコンでもさ結構ちっちゃい持ち運びのやつあるじゃん。まあノートパソコンもさ便利だけど、モバイルパソコンあるじゃん。ほらこれ、これをね持ち歩いてます。ただ今一瞬騙されたでしょ。これ見て、一瞬アップルと思いきや、ほらアップルじゃないの。なんでこれ貼ったかっていうと、年末にねお掃除してたら iPhone についてくるさアップルのステッカーあるじゃん。あ、これステッカーあると思って、え、なんかこのパソコンに似合うくないと思って、ちょっと一瞬アップル風に見えるかなと思って貼ってみました。どう、ちょっとアップルっぽく見えない。まああえてね、これは本当に仕事用だから、まあ誰も突っ込んでくれないんだけど、でもこのサイズはね何も考えず本当にいつもねこれでお仕事してます。はい、これが仕事用のマジで初めて見せるパソコンでございます。じゃあ次はね、このポーチ、このポーチ見て、ほらめっちゃ可愛くない。これさ、サンズーさん行った時になんかいいポーチないかなと思ってたらね、もう一目惚れして買ったやつ。これ100円に見えんくない、ほら。でこの中にはね、だいたいちょっとしたエチケットもの入れてます。エチケットものっていうのかな、まあ、除菌シリーズみたいなやつで、中にはね本当に一番ちっちゃい携帯サイズの除菌ティッシュと、あとはねこれワットさんで買ったんだけど、ほらこの中にハンドソープと化粧水入れてます。結構おしゃれじゃない、これ2個100円で売ってた。でやっぱりさ、今ハンドソープどこでも置いてあるけどさ、なんか使おうと思った時に、え、これめっちゃ汚れすぎじゃないとか言う時ない？俺結構ねたまに出会うんだよね。結構合うのかたまに出会うのかどっちだ。まあちょこちょこ合うんだけど、そういう時にねやっぱ自分のハンドソープ持ってかないとちょっと不安だなと思って買いました。でハンドソープでアルコールばっかりしてたらさ、結構荒れちゃうじゃん手が。だからね、洗った後に化粧水つけたりするから、必ず化粧水とハンドソープはねセットで持ち歩いてる。これマジ大事じゃない？はい、で
ということで、お次はね、俺よくさ、ポーチマニアですって言うじゃん。もうね、ビジネスバッグの時は必ずね、もうこれ入れ替えて使ってるやつ。それがこれです。はい、このポーチ。これ今も売ってるのかわからないけど、このポーチ自体はダイソーさんで買ったやつ。これ100円ってすごくない？ほら。ポケットがさ、いっぱいあるんだよね。すごくない？こことね、ここについてるの。すごくない？これ。で、だいぶ使ってるからさ、ちょっと傷んできてる。大丈夫かなこれ。みんなダイソーさんとか行ったらこれ見たら教えて、まだ売ってましたよとかコメントまじ待ってます。ってことで、このポーチなんですけど、実はね、もうここにほら見えてるのわかる。これはね、人と会う時に必ず事前にチェックする用ポーチなんだけど、ここに入ってるのが新品の靴下になってまーす。これね、なんか洗わずそのまま使えますよっていうやつをちゃんと買って、ここに入れてる。いや、やっぱさ、急に靴脱ぐところでも困るし、なんかどこ歩いたかわからない靴下でさ、上がられるのって絶対嫌じゃん。だからさ、自分が嫌だから、絶対自分を履き替えるようにしてる。まあ、自分も上がるの嫌だしね、そのまんま。で、その靴下のポケットの上のところには、ここにね、ほら、ポケットあるんだけど、めっちゃ便利じゃないこれ。ダイソーさんマジ神だよね。で、こっちに入ってるのはね、はい、こちらです。はい、これ見て。どう？コアラのマーチ！ロッテコアラのマーチ！なんだけどさ、これもね、キャンドゥさんで買ったこのポーチ。めっちゃ可愛くない？なんかさ、コアラがね、3人並んでるやつと、このね、コアラのマーチがいっぱい総柄で写ってるやつがあったんだけど、ま、このさ、いっぱいコアラのマーチが写ってる方が可愛くない？と思ってこっちにしました。ていうかさ、なんかこのリアルなコアラのマーチ感好き。みんなはどう？このコアラのマーチ感良くない？これ多分まだ売ってると思うから、キャンドゥさん行ってみて。で、この中に入ってるのが、俺がね、いつも使ってる、これ。香水のライジングウェーブでーす。もうちょっとね、結構使ってて、この間買ったばっかりのさ、もう半分近く減ってるね。早っ。いや、これはね、でも一番好き、本当に。この香りがね、一番好き。なんか爽やかで、でもちょっと甘さがあって、俺はこれすごい好き。で、これなんでこれ一個にね、これ一つだけ入れてるかっていうと、前にさ、持ち歩いてると、ちゃんと確めてたはずなのに、なんかね、漏れてさ、違うものにもさ、匂いが移っちゃったことあるんだよね、こぼれて。で、それで中ベトベトするし、なんかもう後大変だったし、あ、もうこれ絶対別に入れようと思って、ちょっと余白空いてるけど、これ一つだけ入れてます。もうこれマジ大事。こういう時にね、これ PVC のやつってマジ保護してくれるからいいよね。で、お次はね、こちらのメインポケットに入ってるのは、なんとポーチ1個です。ってことでね、俺結構ポーチの中にポーチ入れてしまっちゃうんだよね。まあこれも癖なんだけど、メインに入ってるのはこのレスポーツサックのポーチ。これ結構ね、人気で、何個かね、買いましたっていう人とか、柄違いもね、全部集めましたとかいう人いたんだけど、これ以前ね、雑誌付録で付いてたやつ。これ綺麗でおしゃれじゃない？なんだかんだでレスポーツサックおしゃれだなと思ってこれ使ってる。この中にはね、やっぱり人と会う前のものを入れてます。まあ、まず一つはね、このダイソーさんで売ってるマスクと、あとはね、これウェットタオルのノンアルコールタイプ、通称体拭きシートって書いてある。で、これがね、ワッツさんで売ってるやつなんだけど、これすごくいいの。大きさがね、 56×25cm ですごく大きいし、これ厚手のエンボス加工されてるから、本当にタオルみたいなの。いや、これマジでいいよ。 56×25 って結構大きいしね。で、もう一個入ってるのが、多分俺これね、一番最強だと思ってるやつ。それがこれ。これもね、ワッツさんで買ったやつなんだけど、360度耳かき風綿棒ってやつ。みんな知ってる？これさ、開けるとさ、これ上だけ見たらさ、えのきみたいなんだけど、これね、えのき綿棒さ、もう通称えのき綿棒でもいいや。えのき綿にする？こんな感じで入ってて、一つ一つ個包装になってるし、先の方はね、普通の綿棒なんだけど、上の方がね、ほら、このえのきくんになってて、これすごいの。耳かきの形してるやつもよくあるけど、耳かきの形してるやつはちょっと痛いんだよね、綿棒でも。だけどね、この360度はしっかり取れるのに全然痛くないから、これマジでおすすめです。このシリーズ系の中では一番最高の綿棒だと思う。まあ、スパイラルとかもいいんだけど、スパイラル2番目で俺はえのきくんが1番だと思います。えのきじゃない、360度です。で、メインポーチはね、こんな感じです。まあ、メインポーチ大体これで構成されてて、さっきのポーチだけでね、もう大体もう俺は必要なもの入ってるんだけど、他にもね、内ポケットが今回ついてるから、内ポケットのものを紹介していくね。ってことで、開けると、はい、こんな感じになってまーす。見て、ちょっと待って、あら、これほら、めっちゃおしゃれじゃない。で、前に使ってたビジネスバッグもこんな感じの柄になってて、まあ、チェックみたいな感じだったんだけど、俺ね、よくなんか似たようなもの買うよねって言われることあって、いや、でもそんなに似たようなものばっかり買う人いないよって友達に言われたんだけど、いや、俺そもそも服も何個か同じの買うよって言ったら、絶対嘘だって言われたんだけど、そもそももう着てる服に2着目ありますけど、一緒のやつ。はい、一緒です、一緒です。不思議。ということで、話はずれたんだけど、こちらのね、内ポケットを見ていきましょう。内ポケット一つ目入ってるのが、まずこっち。はい、それがこちらでーす。もうこれはね、必需品でしょ。寒い時には絶対いるよ。
特にさ、俺貼れるやつでも貼れないやつでもどっちでもいいかなって思ってたんだけど、でも最近ちょっとさ、動くこととかさ、歩いたりすること多いと、この貼るやつじゃないとダメだなと思って、こちらの貼るやつ買いました。あ、ちなみに別にカイロにこだわりはありません。で、内ポケット2つあるんだけど、もう1つの方にこれがこっち、はい、メモ帳入れてます。まあこれはみんな一緒だよねきっとね。で、反対側の方にもね、ほらファスナー付きの内ポケットついてて、これを開けると中にはなんと普通にエコバッグと、あと本日ラスト1個、こちらを持ち歩いてます。はい、それがこちらです。でねー、はい、こちらゴミ袋、この携帯用のゴミ袋マジで便利なんだよね。まあ、これね、前多分黄色のやつも紹介したかもしれないんだけど、よくさ、ワンちゃんのお散歩に行く人いるじゃん。ワンちゃんのやつっていう人もいるんだけど、ワンちゃんのお散歩のやつはこれちゃんとね、骨の形してます。どうやらこの丸いやつはレジャー用のようでございます。まあ俺はね、どっちでもいいんですけどたださ、やっぱりさ、なんか駅とか行った時にちょっと外座れるとこあって、ジュース飲んだりしてもお茶飲んだりしても捨てるとこなかったりするじゃん。捨てるとこない時ってそのままバッグにも入れないし、だからこういうね、携帯のやつとか、ほらこうやって引っ張ってピッて切ったらさ、ほらちょうど以外の袋が出てくるから、本当にこれ便利なの。マジでさ、捨てるとことか困ったことない、みんな。わ、これなんか美味しそうと思って食べるじゃん。で、食べたはいいけど串とか残った時ってさ、みんな結構困らない。ただ詰め替え用も売ってるので超便利。詰め替え用はね、確か3個で100円だったと思う。はい、ということで本日は2022年のお仕事用のバッグの中身紹介でございました。まあ、て言ってもね、2022年のお仕事のために新調したバッグなので、まだこれにね、何か追加しようとか、やっぱりこれ入れるのをやめようかなとか思ったら変更はあるかもしれません。みんなもね、普段使ってるビジネスバッグとかお仕事用のバッグとかでね、こんなの入れてるよとか、こういうの入れといた方が絶対役立つよっていうのだったら、ぜひともコメントで教えてください。マジで待ってます。もう近いうちにこれ今 100% だと思ってるけど 120% バッグにしたいです。こちらの動画に高評価とグッドボタン、チャンネル登録をぜひとも皆様よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram、公式 LINE、LINE ライブ、TikTok も始めました。よかったら追加とフォローよろしくお願いします。いや、マジでね、2022年、お仕事始まりました。いろいろ大変だろうけど、みんな一緒に頑張っていきましょう。そして、ここをみんなでもっと楽しんでいきましょう。コメントいっぱい待ってます。みんなもお仕事頑張ってね。俺も YouTube 頑張ります。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。みんなコメントマジで待ってるよ。僕はそこで見てるけど、どこにも行ったりしないよ。ためには